6、5、4、3。どうも皆さん、こんにちは。キヨキヨです。よし、今日もですね、今日もじゃないわ、今回はゴエモンジャパン VS コリアトップということで、来たと思います。今回私はですね、こちらの2番を攻めていきたいと思います。この配置ですよ。なんかここですね、私今回の編成はですね、皆さんに先にお伝えしていきたいと思います。こちらの編成でいきたいと思います。ゴレオン、ペッカに、ゴワイプからの、バルーンですよ。そして呪文に注目していただきたいですね。アースクエイク4発、そしてヘイスト2ですよ。皆さん今回は私星さん狙えたら、星さんとかそういうね、そういうお話は置いておいて、行きたいと思います。うりゃーっとね。ちょっと考えさせてください。2分後に。よし、そろそろ行くか。ここ、アースクイック開くの、ここ。8マス仕様でしたよね、確か。まあ、最悪開かなくとも、まあ、ペッカとかいるんで、ゴリ押しで開けられるかなと思います。まあ、とりあえずは、こっち寄りにしっかり出して、ここは確実に開けたいですね。はい。よし、まあ、インフェルノタワーとか援軍も出てくるので。出た。いきますよ。いきます。待って。マジ緊張してきた。ゴリ押しだからな、ほぼほぼ。いきますよ。ウォールブレイカーでの先分けはしません。いきます。よし！いくぞ。落ち着け。落ち着くんだ。もうつい、ダメ、この人ダメ。よし、オッケー。危ない、やめて。本当にやめて。いきますよ。いきます。バネ来んな、オッケー、バネ来ない。バネを確かめないというね。1、あ、来た、やっぱ来た。3と、そして、ウィザード出して、ウォールブレイカーしっかりと出して、しっかりと穴開けしないともうお話にならないんだよね、最初は。そして、アーチャークイーン、そして、ウィザードが遅れてる、バカ、バカつんですよ、この時代。うん、そう。そして、ペッカーを中心部2台。そして、ババキン、アースクイック打つの忘れた。どうだ。そして、今がチャンス、そう。そして、先打ちポイズン。どうよ。どうなんだ、お兄さん、どうよ。おい、ね、なんか相手の援軍結構、ちびっこ部隊が多いというか。よし、いいぞ。そして、ヘイスト、アーチャークイーン見つつヘイスト打ちます。ヘイスト打って、1、2。結構ああもうなくなっちゃったよ、ヘイスト。どうえ、よくない。真面目に冗談抜き、ダメ。これなんかめっちゃ挟まれてるけど、ロイヤルクローク、これ惜しくはないな。なんかめっちゃかっこいいことしたな。めっちゃかっこいいわ。うわ、なんか惜しいな。まだいける。まだある。ねえな。まあねえな。惜しいわ。惜しくないっすか。ちょっと待って。これ、うまっ。キヨキヨさんうまっ。キヨキヨさんうまっ。やめよう。これ以上言うと叩かれるからやめよう。いやー、惜しいなー。マジっすか。ちょっと結構めっちゃ考えたんですけどね。これやる前にツイキャスしてたんですよ。そうなんですよ。400人ぐらいの方多分知って、おい、空爆！あぶねえ。400人ぐらいの方知ってると思いますけれども、ツイキャスしてたんですよ。で、こういう攻め方で行くから、みたいな。絶対星さん取るぜ、みたいな言ってたんですよ。いやー、きつかったですね。惜しい。ということで、くそー。ということで、惜しいなー、85%。いやー、皆さんにかっこいいところ見せることはできませんでしたね。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回こそ、星さん撮ってやるぜ。ご視聴ありがとうございました。